テスト27、あり。ターシーンの一条。これはクルアーン・アスタリスクと改名する経典にのみ記し、アーヤ・アスタリスク。信仰者たちへの導きと、吉報である。彼らは、来世こそをまさに確信しつつ、礼拝を遵守アスタリスクし、常在アスタリスクを支払う者たち。本当に、来世を信じない者たち、彼らに対して我らアスタリスクは、その、悪い、行いをまばゆく見せたの一条。それで彼らは彷徨っているのだ。それらの者たちは、現世で、忌まわしい懲罰がある者たち。そして彼らこそは、まさに来世において最大の損失者なのである。地とアスタリスクよ、本当にあなたは、全地で英知あふれるアスタリスクお方のおもとから、クルアーン・アスタリスクをまさしく授かっている。ムーサー・アスタリスクが、その家族に、こう、言った時のこと、を思い起こさせよ、本当に私は、火を乱したのだ。私はそこから、あなた方に火に、道案内の、知らせか、あるいはあなた方が暖を取れるよう、一片の火種をあなた方に持ってくるとしよう。の一条。それで彼がそこにやってくると、こう、呼びかけられた、火の中にあるものと、その周りにいる者の一条に祝福あれ。全創造物の主アスタリスク、アッターアスタリスクに称えアスタリスクあれ。ムーサーアスタリスクよ、本当に我は、威力並びなくアスタリスク英知あふれるアッターアスタリスクである。アッターアスタリスクは仰せられた。そして、あなたの杖を投げてみよ。それで彼が杖を投げると、それが大蛇となった。そしてそれが敏捷な少女のように躍動するのを目にしたとき、彼は背を向けて引き下がり、そこには、戻ってこなかった。アッター・アスタリスクは仰せられた。ムーサー・アスタリスクよ、怖がるのではない。本当に我が主で、使わされた者、使徒・アスタリスク、たちが怖がることはないのだから。しかし不正アスタリスクを犯し、それから罪の悪の後に、介護という善気者で変えるもの、我はそのものを許してやろう、の一条。身に我は許し深いもの、慈愛深いアスタリスク者なのだから。また、あなたの手を自分の懐に入れてみよ。そうすれば、それはフィルアウン・アスタリスクとその民への九つの見印の一条の一つとして、災いにもなしに白くなって出てくる。本当に彼らは、フィルアウン・アスタリスクとその民は、放逸な者たちだったのだ。こうして彼らはのもとに、明らかなる我らアスタリスクの未兆、奇跡が到達したとき、彼らは言った、これは紛れもない魔術である。そして彼らの心はそれ、奇跡の真実性を確信しつつも、不正アスタリスクと傲慢さによって、それを言葉で否定した。ならば見よ、腐敗アスタリスクを働く者たちの結末がいかなるものであったかを。また、我らアスタリスクは確かに、ダーウードアスタリスクとスライマーンアスタリスクに知識を授けた。そして彼らは、その知識に則って行い、言った、私たちを、新人者であるその僕たちの多く、のもの、よりお引き立てくださったアッターアスタリスクにすべての称賛アスタリスクあれ。そしてスライマーンアスタリスクは、ダーウードアスタリスクの預言者アスタリスクとしての使命と、知識と王権を継ぎ、言った。人々よ、私たちは鳥の言葉を教えられ、すべての必要なもののうちから授けられた。本当にこれこそは、紛れもない恩寵である。そしてスライマーン・アスタリスクのもとに、人アスタリスク、人間、鳥からなる彼の軍勢が召集され、整列させられた。
やがて彼ら、スライマーン・アスタリスクの軍勢、がアリの谷に到着したとき、一匹のアリが、その仲間たちに、言った、アリたちよ、自分たちの巣に入りなさい。スライマーン・アスタリスクとその軍勢が気づかぬまま、あなた方を、踏みつけて、粉砕してしまっては、決してなりませんよ。すると、彼、スライマーン・アスタリスクはその言葉を理解して笑い出し、微笑んだの一条。そして言った、我が主アスタリスクよ、あなたが、私と私の両親にお恵みになったあなたの恩恵に私が感謝できるように、そしてあなたのお喜びになる正しい行いアスタリスクを私が行えるようにしてください。また、あなたのご慈悲によって、天国で、私に、あなたの正しい僕たちの仲間入りをさせてください。そして彼、スライマーンは、鳥たちを探し回って、言った、八つがらしが見えないのは、どういうことか。いや、一体彼は、不在なのか。私はきっと彼を厳しい罰で罰するか、あるいはその首を跳ねてやろう。さもなくば、不在の言い訳として、はっきりとした証拠を、必ずや私のもとに持ってくるのだ。彼、八つがらしは少しの間、そのまま、不在、であった後の一条、スライマーン・アスタリスクのもとにやってきて、言った、私は、あなたが把握されなかったことを、把握しました。そしてサバーニから、紛れもないお知らせとともに、あなたの元へとやってきたのです。実に私は、彼ら、サバーの民、を治める一人の女性の一条を見つけました。そして彼女は、王が現世で必要とする、すべてのものを授けられ、偉大なる御座を有しています。私は、彼女とその民が、アッダーアスタリスクを差し置いて太陽をサジダアスタリスクしているのを見ました。そしてシャイターンアスタリスクが、彼らに、彼ら自身の悪い行いをまばゆく見せ、彼らを道の一条から阻んでおり、彼らは導かれずにいます。諸天と大地において潜む者の一条をお出しになり、あなた方が隠すこともあらわにすることもご存知のアッダーアスタリスクに、彼らがサジダアスタリスクしないよう、彼ら自身の悪い行いをまばゆく見せているのです。アッダーアスタリスクは、彼以外に、誠に、崇拝アスタリスクすべきいかなるものもないお方、偉大なる御座の一条の主アスタリスク、独唱のサジダアスタリスク。彼、スライマーンアスタリスク、は言った、お前が本当のことを言っているのか、それとも嘘つきの類であるか、調べてみよう。私のこの書簡を携えていき、それを彼ら、サバーの民、のもとに落としてくるがよい。それから彼らから離れ、彼らがいかに反応するかを見守るのだ。八つがらしがその命令に従って落としていった書簡を読むと、有力者たちを集めて、彼女、ビルキース、は言った、名士たちよ、本当に私のもとに、重大な書簡が届きました。まさにそれはスライマーン・アスタリスクからのもので、実にそれは、慈悲あまねくアスタリスク慈愛深いアスタリスクアッダーの御名において。私があなた方を招く者に対して高慢にならず、服従する者、ムスリムアスタリスク、となられて、私のもとにいらっしゃるがよい、というもの、です。彼女は言った、名士たちよ、私の、この、剣について、私にご教示ください。あなた方が私と、討議のために、同席されない限り、私は何事も決定しません。彼らは言った、私たちは強力ですし、この上ない勇猛さもあります。そしてことは、あなたに委ねられているのです。ですから、あなたが何を命じられるか、ご検討ください。
彼女は言った、本当に王たちが町に攻め入れば、それを崩壊させ、その住民の最も高貴な者たちを最も卑しい者たちとしたものです。彼らは、そのようにするのであるの一条。それで本当に私は、彼らへの贈り物を贈り、死者たちが何を携えて戻ってくるか、観察することとします。そして彼、ビルキースの死者、が、スライマーン・アスタリスクのもとに、贈り物を携えて、やってきたとき、彼、スライマーン・アスタリスク、は言った、一体、私に財を援助するというのか。アッダー・アスタリスクが私に授けてくださったものの一条の方が、あなた方に授けてくださったものよりも良いというのに。いや、あなた方は自分たちの贈り物に有頂天になっているのだ。贈り物を持って、彼らの元へ戻るが良い。私たちは必ずや、彼らには到底太刀打ちできない軍勢と共に、彼らの元に到来しよう。そして必ずや彼らを、惨めに癒しめられた状態で、そこから追い出してやろう。彼、スライマーン・アスタリスク、は言った、名士たちよ、彼らが服従する者、ムスリム・アスタリスク、として私の元にやってくる前にの一条、あなた方の誰が、私のところに彼女の御座を持ってくるのか。2ジーン・アスタリスクのうちの、アルイ・フリートの一条が言った、誠に私めが、あなたがご自身の場所からお立ちになる前に、それをあなたのもとに持って参りましょう。そして、本当に私はそれを持ってくることに対し、実に強く、信用あるものになのです。経典からの知識を備えた者の一条が言った、誠に私めは、あなたが視線を移す前に、それをあなたのところへ持って参りましょう。こうして、その者が御座を持ってくると、彼、スライマーン・アスタリスクは、それが確かに自分のところにあるのを見て、言った、これは、私が果たして感謝するか、あるいは恩知らずとなるか試みるための、我が主アスタリスクからの恩寵である。感謝する者は、誰でも、感謝することで自分自身を益するに外ならず、恩知らずな者があろうと、本当に我が主アスタリスクは、そのような者の感謝を必要とはされない、満ち足りたアスタリスクお方。そのようなものにもお恵みになる、たっといアスタリスクお方であられるのだ。彼、スライマーン・アスタリスクは、彼の旗に控えている者に、言った、彼女の御座を、彼女にわからないように、手直し、しておけ、そうしたら、私たちは、一体彼女が、自分の御座の認知へと、導かれるか、あるいは導かれない者の仲間となるか、見てみるとしよう。の一条。こうして彼女、ビルキースが、スライマーン・アスタリスクのもとに、やってきたとき、彼女はこう、言われた、あなたの御座は、このようですか？彼女は言った、それは、あたかも、私の、それのようです。スライマーン・アスタリスクは言った、私たちには彼女よりも前に知識の一条が授けられたのであり、私たちは服従する者、ムスリム・アスタリスク、だったのだ。彼女があったアスタリスクをよそにあがめていた者が、彼女を、イスラーム・アスタリスクから、阻んだのだ。本当に彼女は、不信仰者アスタリスクの民の一人だったのだから。の一条。彼女に、こう、言われた、宮殿の中庭にお入りください。そしてそれを見たとき、彼女はそれを水たまりと思って、自らの両すねをあらわにした。彼、スライマーン・アスタリスク、は言った、実にそれは、その下を水が流れる、磨き上げられたガラス製の中庭なのです。彼女は、スライマーン・アスタリスクの王国の偉大さを実感し、言った、我が主アスタリスクよ、本当に私は自分自身に不正アスタリスクを働いてしまいました。
そしてスライマーン・アスタリスクと共に、全創造物の主アスタリスク・アッラー・アスタリスクに服従、イスラーム・アスタリスク。いたします。また、我らアスタリスクは確かにサムード・アスタリスクに、彼らの同胞であるサーリフ・アスタリスクを使わした。サーリフ・アスタリスクは言った。アッラーだけ、お崇拝アスタリスクせよ。するとどうであろう。彼らは言い争う二つの派の一条となってしまった。2. 彼、サーリフ・アスタリスクは、不信仰の一派に言った。我が民よ。どうしてあなた方は全着物の前に、悪し着物を請求に求めるの一条のか。どうしてあなた方は、自分たちがご慈悲を授かるよう、アッラー・アスタリスクにお許しを請わない。彼らは言った、私たちはあなたと、あなたと共に、あなたの宗教に、あるものを、不吉に思うの一条。彼、サーリフ・アスタリスク、は言った。あなた方の不吉のもとは、アッラー・アスタリスクのおもとにあるに。いや、あなた方は試練にかけられている民さんなのである。町の一条には、地上で腐敗アスタリスクを働き、正しいことをしない9人の男たちにがいた。彼らは、互いに、お互いに、アッラー・アスタリスクに、こう、誓うのだ、私たちは必ずや、彼、サーリフ・アスタリスク、とその家族を夜に陰謀し、て殺し、それから彼の後見人には、こう、言うのだ。私たちは彼の家族の殺害には立ち会っていないし、本当に私たちはまさしく正直者なのだ、と。彼らはまさに策謀し、我らアスタリスクも彼らが気づかぬうちに、まさに策謀した。の一条。地とアスタリスクよ、彼らの策謀の結末がいかなるものだったか、見てみよ。我らアスタリスクが彼らとその民を、全滅させたことを。そしてそれらは、彼らが不正アスタリスクを働いていたことゆえ、アッラー・アスタリスクに滅ぼされて、崩れ落ちたの一条、彼らの家。本当にその中にはまさしく、知識ある民への未兆がある。また我らアスタリスクは、信仰し、アッラー・アスタリスクを、恐れアスタリスクていた者たちを救った。また、ルーとアスタリスクのことを思い出せ。彼がその民に、こう、言った時の一条のこと、一体あなた方は、その崇高さを、心得ていながら、崇高にを行うのか。本当にあなた方は女性を差し置いて、欲望ゆえに男性に赴こうの一条としているのか。いや、あなた方は無知な民である。その民の答えは、このように、言うことだけであった、ルーとアスタリスクの家族を、あなた方の町の一条から追放するのだ。本当に彼らは、潔癖ぶった人々なのだから。こうして我らアスタリスクは彼と、彼の妻を除いた彼の家族を救った。我らアスタリスクは彼女を、残って滅ぼされた者たちの一人と定めたのだ。そして我らアスタリスクは彼らの上に、義士の大雨を降らせた。警告を受けていた者たち、の雨は、なんと忌まわしかったことか。地とアスタリスク、ムハンマドアスタリスクよ、理由が良い。アッラー・アスタリスクにすべての称賛アスタリスクあれ。そして彼がお選びになった、彼の僕たちに平安をの一条。一体アッラー・アスタリスクが良いのか、それとも彼らがアッラー・アスタリスクに並べているものか。いや、諸天と大地をお作りになり、あなた方に天から雨、水をお降らしになり、それにより麗しい庭園あなた方に、その木々を生やすことは叶わないの一条を生育させられたお方か、それとも彼らが並べているものが良いのか。
一体、アッダーアスタリスクと共に崇拝アスタリスクするに値するものなど、あるのか？いや、彼らは、真理から、それ去る民である。いや、大地を安住の地とされ、その裂け目に河川を流れさせられ、そこに堅固な山々を設けられ、二つの海の間に障壁を置かれたの一条お方か、それとも彼らが並べているものが良いのか。一体、アッダーアスタリスクと共に崇拝アスタリスクするに値するものなど、あるのか。いや、彼らの大半はわからないのだ。いや、窮迫した者が呼べば答えられ、災いを取り除かれ、あなた方を地上の継承者の一条とされるお方か、それとも彼らが並べているものが良いのか。一体、アッダーアスタリスクと共に崇拝アスタリスクするに値するものなど、あるのか。あなた方が教訓を得ることの、実に少ないこと。いや、陸と海の闇の中、あなた方を導かれるお方、そしてそのご慈悲、雨の前触れに吉報を告げる風を送られるお方か、それとも彼らが並べているものが良いのか。一体、アッダーアスタリスクと共に崇拝アスタリスクするに値するものなど、あるのか。アッダーアスタリスクは、彼らがアッダーアスタリスクに並べるものから、高等であられる。いや、創造をお始めになり、それから、再び、それを繰り返されるお方、そして天と地から、あなた方に糧をお授けくださるお方か、それとも彼らが並べているものが良いのか。一体、アッダーアスタリスクと共に崇拝アスタリスクするに値するものなど、あるのか、言ってやれ、あなた方の名称の一条を持ってくるのだ。もし、あなた方が本当のことを言っているのならば。地とアスタリスクよ、言ってやれ、諸天と大地にあるいかなるものも、不可視の世界アスタリスクを知らない。しかし、アッダーアスタリスクだけ、が、ご存知、なのだ。そして彼らは、いつ蘇らされるか、知りもしない。いや、彼らの地は来世で達成されるの一条。いや、彼らはそれ、来世、に疑念を抱いている。いや、彼らはそれに盲目になのである。不信仰に陥ったモノアスタリスクたちは言った、一体、私たちと、私たちのご先祖が、死んで、土となった後、一体本当に私たちが、蘇らされて、出される身なのか。以前にも私たちと私たちのご先祖様は、確かにこのこと、死後の復活、を約束されたのだ、が、その事実は目にしなかったし、起こりもしなかったのだ。こんなものは、昔の人々のおとぎ話に過ぎない。地とアスタリスクよ、言ってやれ、あなた方は地上を旅して、罪悪者たちの結末がどのようなものであったか、見てみるがよい。そして、彼らゆえに悲しまず、彼らが錯誤することゆえに心苦しくなるのではない。彼ら、シルクアスタリスクのと、は言う、この約束は、一体いつのことなのか。もし、あなた方が本当のことを言っているのなら。地とアスタリスクよ、言ってやれ、あなた方が請求に求めているもの、アッダーアスタリスクからの罰、の一部は、あなた方に近づいたかもしれない。の一条。身にあなたの主アスタリスクは、人々に対するまさに恩寵の主なのだが、彼らの大半は感謝の一条しないのだ。また本当にあなたの主アスタリスクは、彼らの胸が隠しているものも、あらわにしているものも、ご存知である。そして天と地に潜むいかなるものでも、明白な書の一条に記されていないものはない。本当にこのクルアーンアスタリスクは、イスラーイールの子らアスタリスクに、彼らが意見をことにする大半のことについて、
語って聞かせる。の一条。そして身にそれは、まさしく信仰者たちへの導きであり、慈悲なのだ。本当にあなたの主アスタリスクは、その採決で、彼らの間をお裁きになる。枯葉威力並びないアスタリスクお方、全知者であられる。ならば、死とアスタリスクよ、アッターアスタリスクにすべてを委ねよアスタリスク。あなたこそは、紛れもない真理の上にあるのだから。死とアスタリスクよ、本当にあなたは呼びかけを、死人らに聞かせることも、老たちに聞かせることもできない。彼らがあなたから背を向けて立ち去るのであれば。の一条。またあなたは、盲人の一条たちをその迷いから導くものでもない。あなたが聞かせられるのは、我らアスタリスクの未兆を信じるものだけ。というのも、彼らは服従する者、ムスリムアスタリスク、なのだから。2. 彼らに対する、懲罰の、御言葉が確定されたとき、我らアスタリスクは彼らのために大地から第十の一条を出す。それは彼らに、復活を否定する、人々が、我らアスタリスクの未兆を確信してはいなかったことについて、話し聞かせるのだ。我らアスタリスクが、すべての共同体のうちから、我らアスタリスクの未兆を嘘呼ばわりしていた集団を召集し、彼らが整列させられる日のこと、を思い起こさせよ。やがて彼らがやってくると、彼、アッターアスタリスク、は仰せられる。一体あなた方は、我が王朝の一条を嘘呼ばわりしていたのか。それについて、よく知りもしなかったニノに。いや、一体あなた方は、兄を行っていたのか。彼らには、自分たちが不正アスタリスクを働いていたことゆえの、懲罰という、御言葉が確定され、彼らは、まともな言い訳を、喋ることもないの一条。一体彼らは、彼らがそこで安らぐように我らが夜を作り、昼を、生活のために、視界が効くものとしたのを、見なかったのか。実にそこにはまさしく、信じる民への未兆があるのだ。角笛に吹き込まれの一条、書店にいるすべてのものと、大地にいるすべてのものが戦慄する日のこと、を思い起こさせよ。ただし、アッターアスタリスクが、恐怖からの安全を、お望みになるものは別である。すべてのものは抵当して、彼のおもとにやってくるのだ。また、あなたは山々を、それらが静止しているものと思ってみる。それは、雲の流れのように、早く、流れているのにの一条。すべてのものを完璧に仕上げられたアッターアスタリスクの御業。本当に彼は、あなた方のすることに通行されているのだ。復活の日アスタリスク、善行の一条と共にやってきたもの、彼にはそれよりも善きものにがある。そして彼らはその日、戦慄から無事な者たちである。そして、復活の日アスタリスク、悪行の一条と共にやってきたもの、彼らは顔から逆さまに豪華の中に投げ込まれ、こう言われる、一体あなた方が報われているのは、自分たちが、現世で、言っていたこと、によるもの、以外の、何者でもないのではないか。死とアスタリスクよ、言うのだ、私は外ならぬ。この町、マッカアスタリスク、の主の一条を崇拝アスタリスクするように命じられた。彼がそこを、聖なる地にとされたのだ。彼にこそ、すべては属する。また私は、服従する者、ムスリムアスタリスク、の一人となるよう、命じられたのである。そして、クルアーンアスタリスクを読むの一条ことを、命じられた。
導かれたものがあれば、実に彼は自分を益するために導かれるだけであり、また迷うものがあれば、死とアスタリスクよ、言ってやるのだ。私は、信仰しない者にアッダーアスタリスクからの懲罰を告げる、警告者の一人に過ぎない。そして、死とアスタリスクよ、言うのだ。アッダーアスタリスクにすべての称賛アスタリスクあれ。やがて彼はあなた方に、その王朝の一条を見せたまい、あなた方はそれを知ることになる。あなた方の主アスタリスクは、あなた方が言っていることにうかつではあられないのだ。